スローフォックストロットです。今回は2ブロックで構成してみました。最初のブロックは簡単なベーシックを中心に構成しています。2つ目のブロックはベーシックなんですけれども、より華やかに見えるようにフィガーを構成してみました。では踊ってみましょう。第1ブロックのフィガーをご紹介します。フェザーステップ、リバースターン、カーブドフェザーからインピタスターン、ウィーブフロム PP、 チェンジオブダイレクション。カウントで踊ってみましょう。スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック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 、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック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 、スロー、エン。ソロで踊ります。まずは男性から。スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック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 、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック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 、スロー、エン。それでは女性のソロです。スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック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 、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック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 、スロー、エン。第1ブロックを解説していきましょう。まずはフェザーステップですね。おなじみのステップですけれども、スローらしさを出すために、皆さん足でカウントをスロークイッククイッと取ってらっしゃるところをよくお見受けするんですが、ボディの移動によってスローのカウントが取れるようになるとスローらしい動きになると思います。足でスロークイッククイッと、取りすぎないようにしてみてください。ボディの移動量と足の進む分量が上手に組み合わさるとスローらしくなると思います。やってみましょう。スロークイッククイックスロークイッククイックスロークイッククイッ。リバースターンも同じですね。女性をヒールターンさせた後、男性の後退のところですが、後退することによってスペースが生まれます。それがスローのカウント、クイックのカウントになります。男性がバックをしないと女子を引っ張ってしまうことになりますので、女性のポスチャーが、ね、崩れてしまいますね。そうですね、引っ張られてしまいますね。ヒールターンの時はよく引っ張られることあるんじゃないですか。そうですね、僕はやってないように、はい、やらないように気をつけてます。原先生はやらないですけれども、はい、たまに引っ張られる方がいらっしゃいますね。気をつけましょう。はい、はい、ちょっと引っ張ってみましょうか。スロークイッククイッ、こんな感じ。そうですこんなに変な人いないね。クイッククイックスロークイッククイッというふうに踊ってみてください。その後カーブドフェザーですけれども、名前はね、カーブドカーブしているフェザーなんですけれども、
あまり本当にカーブしすぎてしまいますと、ここからカーブしてしまいますと女子を追い越してしまいます。ですので、これは私のアイデアなんですけれども、全体の体重は割と直線の上を進むような感じで踊ってみてください。その中でボディのアクションをカーブしたように見せていただくとエレガントになるんじゃないかと思います。こう急カーブしてしまうとね、女性に迷惑をかけてしまいます。そうですね、ちょっとかぶってくる感じになってしまいますので、重い踊りになっちゃうね。はい、割とまっすぐの中で回転がこう滑らかに起こってくるとうまく踊れると思います。まっすぐの動きの中でカーブしています。ちょっと大げさに回転してみましょうか。ここでもう外れてしまいますから正面に入っちゃいますね。インサイドターン起こしちゃいますね。割と胴体の軌道はまっすぐだったと思います。さてその後インピタースターンですけれども、今までと同じく男性が手で女性をリードしてしまうとバイバイ、はい、外れちゃいますね、なってしまいますね。ですから背中で女性をリードします。今までと同じく縦の軸がそれぞれ独立して回転するようなイメージです。はい、はい、そうですね。女性もアウトサイドからの前進になりますので、下半身は、しっかりとまっすぐ進んでいくんですけれど、上半身は男性に合わせるように意識をして、で足をつく位置、左足の足をつく位置も自分で勝手に決めてしまうと離れてしまいます。このようにで男性を引っ張ってしまいますので、そうではなく男性のウエイトをしっかり感じて、男性のウエイトが止まったところに合わせて自分も足をつくようにしてください。カーブドフェザーからいきましょうか。では続いてウィーブフロム PP ですね。ウィーブフロム PP のコツは、女性をまた縦の方の背中でリードするんですけれども、縦が回って女性の足がステップした後、男性の左のボールですね、これが女性の足の間に行くような感じで置くつもりでやってみてください。実際はなかなかそこまでいけないかもしれないんですけれども、間に置いてウィーブを踊ってみてください。もしですね、外側に左足をついてしまいますと、女性の方が先に内側のターンを始まって、じゃあ男性が引っ張られてしまう、外れていってしまいますね。そうですね。ですので、トップはですね必ず左に踊るんですけれども、フットポジションを女性の間に置くようなつもりで踊ってみてください。そうすると回転が終わった時に元の足の位置に戻ってますね。後からいいポジションに来るような形です。ちょっと大げさに後ろからやってみましょうか。クイッククイックスロー、クイック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 、このような形ですね。同じステップ、ワルツのウェーブフロム PP でも応用が効くと思います。PP からスロー、クイック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 、この後チェンジオブダイレクションですね。チェンジオブダイレクションの華やかに見えるコツ、今回はですねカウントをちょっと早いタイミングで取らせていただいていますので、ダイナミックに飛び込んでいけるカウントになっています。ちょっと早いタイミングですね。ベーシックのカウントですとスロー、スロー、
スローとゆっくりなんですけれども、今回はクイッククイックと踊っています。せーの、クイッククイックスロー M。 これによって、次の小節の頭からフレーズの頭から踊り込むことができます。そうすると音楽に合って気持ちよく踊ることができますね。そうですね、はい、8小節ずつ音楽がこうできていますので、その頭から踊っていけると気持ちいいですよね。そうですね。以上です。第2ブロックのフィガーをご紹介します。フェザーステップ、バウンスフォールアウェイ、シャッセロール、リバースウェイブ、後退から入るカーブドフィザー、アウトサイドスピン、オーバースウェイ、カウントで踊ってみましょう。スロー、クイック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 、スロー、クイック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 、スロー、クイック、クイック、スロー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 。ソロで踊ってみましょう。まずは男性から。スロー、クイック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 、スロー、クイック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 、スロー、クイック、クイック、スロー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 。次に女性のソロを踊ってみます。スロー、クイック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 、スロー、クイック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 、スロー、クイック、クイック、スロー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 。第2ブロックのフィガーの解説をしていきましょう。まずはオーソドックスなフェザーステップからバウンスフォールアウェイに入ります。ここの、特徴ですけれども、足でライズをしてしまうとその後すぐ落ちてしまって、なんかジグザグのような形でエレガントに見えないんですね。あとお腹でちょっと押されてしまいますね。押し合いへし合いになってしまいますので、はいはい、ライズ&フォールをまず胴体のボディライズから始めていただいて、それが足のライズにつながるような感じでバウンスを始めてみてください。そうすると滑らかな踊りができると思います。ちょっとやってみます。スロー、クイック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 という感じですね。スロー、クイック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 。ちょっとあえて
悪い方をやってみましょうか。クイッ、クイッ、クイッ、クイッ。ちょっとこれだとね、勇ましいですね。勇ましいですね、はい、はい。ボディからバウンスフォーライオのライズをしてみましょう。そして足につながります。フォーラーウェイのポジションになった時に張り切ってお尻がこう先行してしまう方がよくいらっしゃるんですけれども、左側に進みますので、どちらかというとアッパーの高い位置がこの枠に向かってストレッチするような、下は引っ張られてちょっとしか動かない感覚で大丈夫ですので、張り切って後ろにこう下がっていかないように気をつけてください。そうですね、ちょっとこちらの角度からやってみるとよくわかるんじゃないかなと思います。悪い例をまず、はい、せーの、こういうふうになってしまいます。そうではなくて、このようになるといいと思います。はい、いいですね、はい、じゃあその次にまで、はい、踊ってみましょう。せーの、このあとバウンスフォーラウェイからシャッセロールへのつなぎですけれども、よくお見受けするのが男性の状態が先行しすぎて女性を引っ張ってしまうような形をよくお見受けします。こういう感じですね。これは回るのがとってもちょっと大変そうですね。ここでちょっとコツがありまして、バウンスのフォーラーウェイのポジションからクローズのポジション、アウトサイドのポジションに戻った時にですね、一旦男性の上半身を右へ絞ったような形で女性にボディを与えてあげてください。そのポジションになったら今度は先ほど、リバース回転、リバース回転の時下からももから回転するんですよと言いましたけれども、それを使っていただいて右ももあたりから回転するような形で左回りやっていただくと綺麗に見えると思います。クイッ、クイッ、クイッ、ここですね。クイッ、クイッ、クイッ、クイッ。もう一度やってみましょう。今ちょっと大げさにやってみましたので、今度は流れの中で、っていう形です。そうすると女性を引っ張らないで済むと思います、はい、そうですね、自分のスペースにいられるので、はい、男性が上半身をこう回さないと楽にここにいられます。でその時に女性はなるべく男性のシェイプが左にシェイプしても自分はこうついていかず、まっすぐに立つような意識を持ってください。いいですね、はい、はい、では、シャッセロールからリバースウェーブのつなぎですけれども、ここも一つの見さばです。シャッセロールをして3歩目の左足が男性ステップする時なんですが、注意点としましてはクイッ、クイックのタイミングの時に皆さんすぐにロアをされてしまって地面の方にドロップして落ちてしまっている、そしてその状態で長く踏ん張ってらっしゃるのもよくお見かけするんですが、クイックとは言いましてもここはボディの、重心をですね、視点を高くして高い位置に体重をキープしておいてください。そして、フットアクションだけロアするような形をイメージしていただくと空中に長くいることができます。そうするとかなりエレガントな、そうですね、ゆったりした表現ができますね。できると思います。ちょっとやってみますね。バウンスフォーラウェイからクイッ、クイックスロー、クイックイッのような
イメージですね。女性は何かありますか？はい、男性と同じで、はい、シャッセ終わって、この右足の時にすぐにこう降りてしまわずに高い位置でキープしています。でヒールはつくんですけれども、お尻の重さをどんとこう落とさずに上げた状態で次の全身の方向を待つという形になります。そうですね、背骨を高い位置にキープして、はい、タイミングを取ってみてください。はい、じゃあその後ですね、リバースウェーブに入ります。ここも右手で男性が女子を引っ張ってしまうと、結果自分が押されて早くステップ してしまうことになりますので、男性は女子にスペースを与えるイメージで、そうすると女性が自然についてきてくれますので、しなったようなシェイプを取ることができますね。そうですね、バックチェックのように。はい、そうですね、バックチェックと同じように形としては開くんですけれども、あくまでも全身を継続することでヘッドが残って開いて見えますので、自分からこうはい、ラインを取りながら前進しようとしてしまうと、よく男性がここで押されるんだよっておっしゃる方が重いんです、はい、いるので気をつけて踊ってみてください。はい、はい、ではもう一度やってみます。バウンスホラーへの交代からシャッセロール、高さを保って交代してスペースを取ってください。その後、後退から入るカーブとフェザーですが、ここはまっすぐ女性が通れるように、男性は同じくバックを重視してください。その後回転を始めて、アウトサイドの、右足が女性の外に出る時ですね、ここは、私のイメージなんですけれども、女性の前に体が落ちてしまうと、その後のアウトサイドスピンでバイバイとなってしまいますので、私のイメージなんですが、女性の背中側に自分の背中が飛び込んでいくような、このようなイメージでボディを踊ってみてください。するとその後のアウトサイドスピンがきれいに収まって、オーバースウェイも場所を取り合うことなく踊れることができると思います。女性の注意って何かありますか？そうですね、あまり張り切って下がりすぎると男性がいつまでもここにいるような感じになってしまいますので、男性の来る量を感じて背骨の距離感が変わらないように意識しながら下がってみてください。なるほど、背骨の距離感が変わらないよう。いいですね。はい、男性の注意点も一つ、アウトサイドに飛び込んだ後お腹側から回転してしまうとまた外れてしまいますので、飛び込んだ後背骨を軸にして女性が外側を通るので、タイミングをよく見計らって女性が左足をついたなと思った後にステップを開始してください。後からついてきてくれるような感じだとちょうどいいですね。そうですね、ちょっと時差があるような形で足をついていただくと上手に踊れると思います。基本的には内回りの人が外回りの人よりも先に足をついてしまうとポジションが外れてしまうので、例えばワルツでナチュラルターンをした時に男性は外側、女子が 先に足をついてしまうと外れてしまいますね。ですので外側の人が足をついたのを感じて、内側の人は後から足をつくような形でついていただければ綺麗に踊れると思います。でこの場合アウトサイドから男子が内側でバックをするので、女子が通った後に場所を感じてステップしてあげてください。次は男子が外側になりますから、先に足をついて女子が後からつきます。そうするとお互いのスペースを取り合わずに綺麗に踊れるという
ことですね。そうですね、外回りと内回りがはっきり分かっているとうまくいきますね。はい、はい、ですから皆さんも今私はどちら回りかなっていうのを考えながらやっていただければうまく踊れると思います。どうでしょうね、ジョン先生。はい、そう思います。頑張って練習してみてください。頑張って練習してみてください。皆さんお疲れ様でした。私たちのレッスンはいかがでしたでしょうか。ちょっとね、内容が盛りだくさんだったんで、うん、疲れちゃった。そんなことないですけど、でもたくさんでしたね。はい、はい、ベーシックはもちろんバリエーションも盛り込んだので、初級者から上級者の方まで多くの方々に参考になる内容だったと思います。ぜひ私たちのオリジナルルーティンを競技会などで試してみてください。きっとみんなの注目を集めるはずです。その際はステップをただ真似するだけではなくて、基本ベーシックですねの練習を忘れないようにしてくださいね。それではまた近いうちにこの DVD でお会いしましょう。さようなら。さようなら。